なるほどね、銀行とかテレビ局はもうノースキル組。ノースキル組です。ノースキル、はい、ね、情報商材の最上位がフランチャイズだみたいなことをなんかこの前書いてあったけど、はいはい、ちょっとその辺についてちょっと面白いなと思ったんで、あ、僕はやっぱコンサルティングっていう商売やってるんで、うん、大枠ではやっぱ情報を売ってるっていう、うんうんうん、でその情報を売ってるって中にもいろんな種類があって、うん、その情報を動画にしてそれを1本いくらで販売してるとやっぱりビジネスとしては脆くて、やっぱパクられたら終わりだし、効果を約束しないと売れない割に効果約束できないしみたいな、買った人と売った側の期待値がやっぱ乖離が生じて炎上しやすいんですね。ほう。でもその最上位ってやっぱりこう徐々に上がっていくと、まず情報を売るだけから課題解決にこう入っていくと。ほう。ゴルフのレッスンとか分かりやすいんですけど、ゴルフのレッスンこういうフォームにするといいですよっていうのは情報商材なんですけど、その人のフォーム見てあなたはこうするべきですよってコンサルティングすると、情報商材からコンサルにちょっとレベルアップするわけですよ。ほう。でそのコンサルからさらにビジネスのやり方まで全部こうマーケティングも代行してあげますよ、だからロイヤリティくださいっていうのがフランチャイズで、一番最上位フランチャイズがあるイメージなんですよね。へー。そうね、だからコンサルをするよりもフランチャイズっていうのは、昔ね僕が言ったベンチャーリンクで中小企業の収益改善するんだったらみたいな、うんうん、これはあと新規事業としてフランチャイズをやって対社の会社の体質変えましょうみたいな、うん、とこまであったんで、まあ、それはよく理解できますよね。うん、オンラインサロンはね、もうウェブのね SEO についてとかもめちゃくちゃ詳しく解説されてるしね、あとフランチャイズもあるし、なんかビジネスマンにはあれ月いくらでしたっけ、あれ月4000です。月4000であんな話していいんですかっていうね、うん、僕も見てて勉強になるなっていうせっかくお越しいただいたんでオンラインサロンちょっと宣伝をまあまあでも、うん、実際4000安いです、あれ、ね、僕は思ってます。うん、もちろ ん, なんか大学生とかが入って理解できない人はちょっとかわいそうかもしれないですけど、うん、4000以上の価値はあると僕は思ってるんですね。でそれもあってやっぱこう大会全然出なくて、ね、今何人ですか。今1500何十人とかやった時も、うん、ってことは月々まあ600万ぐらい入ってるってことですね、うん、はい、まあすごいですよね。だけど4000円であれはね、逆にどうなのっていうぐらいのすごい話だよね。だってね、船崎さんの SEO の話とかあれしっかり聞いてさ、コンサルすればさ、まあ何万円も何十万円も取られるよね、あれはね。そうですね、うん、コンサルやってると、要はクライアントの前で SEO とはっていう話をするのって、うん、別に1対1でやる必要なくて1対 N でやってもいいんですけど、うん、コンサルって相手の理解してこうするべきですっていうのをやることで初めてコンサルをもらえると思ってるんですよ、うん、はい、だから1対 N で積む情報っていうのはもう情報商材として、まあ、サブスクでオンラインサロンにした方が僕からしたらコスパが良くて、うん、なるほど。よりプラスアルファで自分のことは、じゃあ対僕はどうなのって言われたい人からは、じゃあコンサルをいただきますって切り分けをすることで、こうコンサルっていうのがよりこうクリアになるのかなっていうふうに思って、ああいう形で進み分けました。なかなかすごい仕組みだよね。ストックさんのメンバーに、うん、まあ研修してるようなもんだよね、はい、ね、すごい知識を授けて、うん、でそれでみんなが取ってくるわけだよね、はい、で取ってきて、まあ、ストックさんの、資産を使うんだったら何割かカモンさんに入れてねっていう仕組みだから、うんうんうん、まあ、研修をしてすごい情報を提供して、それを4000円で提供しちゃって、まあね、もっと高くした方が僕はいいと思うけどね。でその中でいろんなビジネスの話がされてて、でしかも横のつながりとかもみんなすごいよね、あれでね、ラウンジとかもあったり ね、うん、はい、ね、ラウンジに僕がいるとなんかすごい挨拶されますよ、なんか有名人ですか。いやいやいや、本当カモさんのおかげですごい人扱いされます、ありがとうございます、うん、カモさんはそういう感じで儲けてるんですよ。なるほどね、はい、うん、賢いですね、うん、まあ、4000だもんね、本2冊ぐらいだもんうん、だからね、自分もね、竹村さんとオンラインサロンやったらいいのかなと思ったんだけど、よく考えたら加盟していただいて、Facebook グループがあるんですけど、竹田塾の、ね、全国制覇みたいな、そういうグループがあるんですけど、うん、成功ノウハウ共有グループですね、うん、あそこがなんかオンラインサロンみたいな感じだもんね。あ、そうですね、うん、僕もだからそのサロンがメインの収益ではなくて、うん、あくまでその法人の企業から、うん、ウェブの課題解決の依頼があって、そのコンサルティング費用の売上利益が本業で、どういうフリーランスを使うかってなった時に、なんかこう無数のところから引っ張ってくるより、オンラインサロンで実名登録してる意識高い系の人たちからアサインした方が品質がある程度担保されるんで、そこをこう囲うためのものであって、なんかこんだけ増えちゃったんで結構な収入になっちゃってるんですけど、まあ、メインはやっぱりコンサルティング業っていう形ですね。どんな人がオンラインサロン入るといいですか。ざっくりと経営者とフリーランスの、はい、
もしくは、フリーランスになりたい会社員、うん、この3つが多いです。で、経営者の人はフリーランスに発注したいっていう人がやっぱよく使われてますね、うん、すごい来るってよく言ってます、はい、でフリーランスの人に関して言うとやっぱある程度そのハイキャリアだったりとか、まあ、ちょっとその自分に実力の自信がある人とかはやっぱりすごい集まってきてる印象があります、うん、具体的に言うとサイバーエージェント、オプトセプテイニ、アイレップとか、うん、そういうところ出身の人とかはやっぱすぐやっぱ決まりますよね、案件とか。あとデザイナー、コーダー、エンジニア、ほうほうほう、そこら辺ですね。のフリーランスは結構かなり仕事あると思います。今多分ニーズがあるのが、うん、まあみずほ銀行に勤めてるんだけど、いやどうしようみたいな、まあ、転職してもいいけどそれでも変わらなそうとか、うん、あとはいい大学出て、うん、まあテレビ局勤めてるんだけど、いやちょっと先行きないしみたいな、うん、まあ、その人たちがいきなりじゃあウェブ業界では活躍できないかもしれないけど、うん、転職じゃなくて第三の道を考えたいなと思った場合、うん、そういう人たちってどうですか？正直ちょっとやっぱ IT 系と比べると、うん、確率下がります。ほう、ノースキル組みたいな感じで言うと、はい、なるほどね。銀行とかテレビ局はもうノースキル組ノースキル組です。ノースキル、はい、まあ、それはだから新卒の時にそういう選択肢を取ったんで、うん、その今付けが回ってるんじゃないかなとは思うんですけど、うんうん、スキル組はやっぱすぐ引っ張りだこになるし、ノースキル組は運が良ければその PM 案件みたいなマネジメント力みたいなポテンシャルを評価されて、なんかこうポンと入ってそこでキャッチアップして頑張るとかはありえるんですけど。カモさんとこの動画を見れば基礎は揃いますか？あくまで座学ですからね、やっぱ実践経験ある程度欲しいですけどね、うん、なるほどね。だからそこはあんまり甘くないとは思います正直、うん、まあ、他はみんなね、そのプログラミングスクールやって学べば活躍できますとか言って、そんなわけがないわけですよ。やっぱりある程度案件でいろんな、なんか変数だったりとか予想外のことが起きるって、そういうのを乗り越えることがやっぱ一番の実力につながるんで、素人がねプログラミングのなんかスクール通って仕事で活躍できるわけがないっていうのが僕の考えなんで、とはいえちょっとは引き上がるんで、そこはちょっとでも引き上げたい人が入るみたいなイメージでいいんじゃないかなと思います。大企業に入っててもノースキルなのね。うん、もう涙流してる人いるよきっと。うん、でもしょうがないですよね。選択間違ったのそれは。新卒でだってメガバン入ってこうなることはだってもう新卒の時から分かるでしょっていうのは思いますけどね。まあそれはそうかな。いやメガバンで修正したらいいですけどね。修正できない可能性とリスクがある上でやっぱ選んだわけですから、修正できなかった人はあとは消化試合と。また。もしくは退職金で、要はフリーランスじゃなくて要は事業ですよね、うん、店舗系のとかだったら、まあそれこそフランチャイズとかじゃないですか。まあでもそれは結局スキルが生きてはいないわね、うん、あんまりね生きてないです、うん、銀行員が焼き鳥やればうまくいくってもんじゃないからね、うん、全くつながってないからね、うんうん、この話を聞こうと決めてお呼びしたわけじゃないですけど、面白い株元節が聞けました、うん、レベルが高い話でしたね、うん、これはね、いつもよりもこうちょっと専門的な話で、視聴者のちょっとコメントが楽しみですね。こんな感じでたまに遊びに来ていただけると嬉しいです。ぜひぜひ。暇なんでね。はい、暇なんで、すみません。この後夜何も予定ないんですけど、ちょっとどうしましょう。普段はいつもお金をもらいながら出演していただいているのに、ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。どうも。